にゃ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 今日本で行きますからね、ついてきてくださいよ。まずはね、あ、カンボジアの市場でニューバランスだと思ったらですね、 N が逆だったっていうね。じゃあ今度こそ本物のニューバランスかなと思ったらですね、ニューバランスじゃなくて、見てください、ね、AB ニューファッションって書いてあるんですよ。もうめちゃくちゃなんですね。で今度こそ本物のニューバランスだと思ったらですね、ニューバランスじゃなくてメイバランスになってるんですよ。もうめちゃくちゃなんです。で今度こそ本物のニューバランスかなと思ったら N って書いてあるんですけど、 N 系って書いてあるんですよ。もうめちゃくちゃなんですこれ。グッチってあるじゃないですか、高級商品のあのね、あ、グッチだと思ったらですね、グッチじゃなくてアウチになってるんですよ。痛いってなっちゃってるんですよ。今度こそ高級ブランドのグッチかなと思ったらですね、グックルになっちゃってる。もうめちゃくちゃ。今度はね、あ、ロレックスだと思ったらですね、ロネックスになっちゃってるんですよ。もう台無しですよ。ロレックスに怒られますからね。シュプリームっていうね、若い子によく人気のブランドあるじゃないですか。あ、シュプリームかなーと思ったら、シュプ&ミーって書いてあってるんですよ。ね。じゃあ今度こそ本物のシュプリームだと思ったらですね、スーパーって書いてあるんですよ。何がスーパーなんですかね。で、今度こそスプリームかなーと思ったらですね、スープ、勝手に略しちゃってるんですよ。で今度こそシュプリームかなと思ったら最終的にこうなりました、スーパーモーになりました。もうめちゃくちゃです。ワニのマークのラコステってあるじゃないですか。あ、ラコステだと思ったらですね、ロテになっちゃってる。ロテでもないですよ、ロテなんですよ。あとあのジーンズでリーってあるじゃないですか、こちらですよね、リー。もう日本でも有名ですよね。でこれマークよく見ててくださいよ。これ、ね、リーって書いてあるんですけども、カンボジアでリー見たらですね、リーじゃなくてリロックになっちゃってるんですよ。リロック。なんとなくリーですか。ミッキーだーと思ったらですね、怖いミッキー。ディズニーを敵に回しちゃいけません。じゃあ続きまして行きたいと思います。フィラってあるじゃないですかね。あのスポーツメーカーのフィラ。あ、フィラかなーと思ったら、フェラ。はい。行きたいと思います。YouTube さん怒らないでください。ザ・ノースフェイスってあるじゃないですかね。かっこいい。有名なザ・ノースフェイスのリュックが売ってたんですよね。よくありますよね、日本でもね。あ、ノースフェイスだーと思ったらロゴ見てください。ザ・ノブゼ・ファイス。もうめちゃくちゃめちゃくちゃ、なんとなくノースフェイス。なんとなくノースフェイス。あの、沖縄の人のあの、ウチナー T シャツってあるじゃないですか。で、カンボジアでも日本語でウチナー T シャツ売ってたんですよ。でもよく見てみたら、なぜかわかんないけど、フチナー、フチナー、フチナー、もううちなでもないし、なぜか3回書いてるともうめちゃくちゃなんです。欲しい。そう、欲しいでしょ？これね、欲しい人はぜひカンボジアで行ってください。これぐらいだったら、ね、多分3ドルぐらいで買えますから、カンボジア最高。これ見てわかる通り、カンボジアはね、結構日本の商品多いんですよ。新日なんですね。で、市場に行くとわざわざ日本語を勉強してくれて、いらっしゃいませ。社長さん、社長さんどう？これフィリピンパンプでしたね。すいません。キャット。綺麗な日本語でね、売り子さんがね、商品紹介してくれたりするんですけども、そのね、で、日本語で商品がこう説明されてるんですけど、ちょっとね、日本語が勉強不足だったってパターン見せたいと思います。爽やかコットンって書きたかったんですけど、見てください。ドン！サワトソコヤカになっちゃってるんですよ。もうめちゃくちゃなんです。で、してみてください。高校、ワス爽やか、加える肉で、具で。カグになっちゃう。もうめちゃくちゃで、サイズがスイッサーになっちゃってる。もうめちゃくちゃ。学校指定ジャージってあるじゃないですか。中学とか高校でネーム入りの猫ヒロシとか書いてあるね。学校指定ジャージがあるんですけど、日本の。なぜかわかんないけど、国境を越えてカンボジアの市場で、ドン！鈴木さんのジャージが、8ドルで売られてました。どういうルートで売られてるかわかりません。とにかく鈴木さんいたら、こちらのカンボジアの市場で売られてました。8ドル。意外と高い。他にもですね、こちら。大隅くんのジャージが売られてたりとかですね、カンボジアの市場で。で、最終的にですね、一番怖かったのは、もうこれホラーです。ホラーでしかないです。紅白帽子。見てください。ドン。榊原俊くんの手書きの、紅白帽子が売ってました。榊原俊くんの知り合いの方いたら、ここで売ってたよってことでね、声かけてください。カンボジアの市場にあります。そしてです、カンボジアすごい暑い国なんですね。一年を通して、もうずっと暑いんですよ。日中になると30度超えるんですね。それなのになぜかわかんないけど、よく箱根駅伝とかで見る朝日新聞社の、コートが売ってました。もう謎です。新品で売ってました、しかも。他にね、ミルキーの、あの、ペコちゃんの可愛い T シャツじゃないかな。あれね、あいやつ。あ、ミルキーの T シャツが売ってると思ったらですね、なぜかわかんないけども、ウルトラマンミルキーってなってるんですよ。T シャツが。逆に欲しいでしょ、ここまで来たら。カンボジアでこれ、3ドルで売ってましたから、300円です、約。ぜひカンボジア来てみてください。はい、ということで、じゃあこれね、次でラストにしたいと
思います。今の見てわかる通り、普通はこういう一つの T シャツに対して、一つのナイキとかワンメーカーじゃないですか。だけどね、カンボジア、なんと一つの T シャツに、ツーメーカーが実現しました。楽器的です。見てください。ドン！ナイキ VS アディダス。戦わしちゃってるんですよ、これ。ナイキとアディダスに怒られますからね、これ。すごいですよ。これもね、4ドルで売ってましたから、こんなのカンボジアですから、もう絶対手に入りませんからね。で、番外編で、高級時計、あ、ロレックスだと思ったら下に、でかくコカ・コーラって書いてあるんですよ。ロレックス台無しですよ、これ。野菜パンケーキって書きたかったんですけど、野菜パソケーキになってるんですよ。黒ごまパソケーキ。最後に、ネギパソケーキになってるんですよ。パンケーキですから間違えないでください、そこは。ということで、こういうのもですね、カンボジアの市場でたくさん売ってますので、本当にカンボジア穏やかでいい国なので、ぜひ遊びに来てください。ということで、以上、カンボジア人の猫ひろしでした。にゃーにゃ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 に